日本ゲーム大賞2023、こちらがようやく発表となりました。今日の内容としましては、この日本ゲーム大賞2023見て感じたことであったりとか、あとは個人的な見解であったりとか、そこを中心に話していければなと思っております。そして皆さんの感想であったりとか、あれ？このゲーム入ってないの？え？っていう意見であったりとか、まあ、逆に、え？このゲーム入ってんの？っていう意見であったりとか、ぜひね、ざっくばらんに一言だけでもいいのでコメントいただけると幸いです。で、まずはですね、今回東京ゲームショー2023が、幕張メッセで行われました。で、その結果日本ゲーム大賞で、さらに優秀賞、もろもろですね、さまざまな賞の表彰がございましたといったところで、具体的にはですね、経済産業大臣賞から見ていきましょう。まずはこちら、ファミリーコンピューターっていうね、なんとも言えないコメントに困るような、ファミリーコンピューターが受賞いたしました。いや、このタイミングでファミリーコンピューターかって感じなんだけど、まあ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 、とりあえずね、受賞タイトルとしましてはこのような形となっております。で、それとは別にですね、東京ゲームショーの日本ゲーム大賞2023、こちらの表彰式別途 YouTube チャンネルで生放送されておりましたので、もし気になる方はそちらをご覧いただければと思います。続いてベストセールス賞、こちらに関してはポケットモンスタースカーレットバイオレット、まあなんとなく想像はついていましたが、いやー素晴らしいね、ポケットモンスタースカーレットバイオレット、こちらが無事、受賞いたしました。そしてゲームデザイナーズ大賞は、これはね俺も知らなかったんだけど、RPG タイムライトの伝説、ごめん知らない、全くごめん全く知らない。え、このゲームやったことある人いますか？え、どれぐらいいますかね。デスクワークスで、優秀賞は、モンスターハンターライズサンブレイク、そしてゼノブレイド3で、さらに地球防衛軍6、スプラトゥーン3、そしてソニックフロンティア、さらにゴッドオブウォーラグナロク、さらにさらにスカーレットバイオレット、クライシスコア、ファイナルファンタジー7、こちらが入ってくると。で、あとはホグワーツレガシー、パラノマサイトかな、あーこれ入ってくんだ、なんかちょっと意外ではありましたね。うん。で、あとはバイオハザードか、こちらが入ってくると、まあ、特に違和感はないかなといったところですね。ちょっとパロナマサイトが入ってくんだって感じなんだけど、まあ、ちょっとここは驚きではある一方で、まあ、特に違和感はないかなっていったところですね。はい。で、こちらの、期間としましては2022年の4月1日から、2023年の3月31日1日にかけて発売されたタイトルが対象となるといったところで、まあ、ホグワーツレガシーでは結構ギリギリ入ってるって感じですよね。で、個人的にはライザのアトリエ3とかが入ってくんじゃねえかなと思っていたんだけど、入ってこないんだって感じですね。まさかの、まあ、結構あれもね、売れていて、任天堂スイッチと、あと PS5-4 と合算すると、まあ、パッケージだけで約10万本。で、ダウンロード版だったりとか、全世界に目線を広げると確か100万、200万、300万はさすがに売れてないけど、200万ぐらい確か売れてた記憶があるから、ここの中のタイトルと比較すると、まあ、ゼノブレイド3とかと大体同じぐらいじゃなかったっけって認識なので、なんかそこを考えるとなんかちょっとびっくりではありますね。あとゴッドオブウォーに関しては、まあ、これね世界的にはかなり人気のゲームでして、で、一昔前、5、6年前ぐらいでしたっけ、
これの前作の前作が、確か、ゲームオブザイヤーかなを確か受賞していた記憶がありますね。で、あれはまあ全世界目線での受賞なので、まあ、相当すごいんですが、一方でゴッドボーに関しては日本ではそんなに売れてなくて、販売本数もですねそんなに多くないんですよ。で、それこそパッケージ版に絞ると、数万本しか売れてないから、なんかここに入ってくんだと思ってちょっとびっくりでした。なんかね、ゲームオブザイヤーとかだったら全然選ばれてもおかしくないんだけどさ、まさかの日本国内に絞っても入ってくるんだってところでちょっと驚きでした。まあとりあえずそんな感じでしょうか。で、他には漏れてるゲームってなんかあるかな。2022年の4月以降か。なんかある？あ、カービィとか。あれ？ん？カービィは、いつだっけ？なんか Wii U デラックス？ Wii U じゃねえな。なんだ？カービィ Wii のデラックスバージョンみたいななんかなかったっけ？なんかありましたよね。なんかあれって確か2022年の年末か2023年の頭ぐらいに出た記憶があるんだけどさ、あれってまだ最近の認識だったんだけど、あれって結構売れたんじゃなかったっけ？入ってないんですね。まあ、そんなところで、まあ、なかなかね、濃いメンツでしたね。はい。あと、ソニックフロンティアもね、入っているのがちょっと意外だったんですが、まあ、とりあえず足元としましては、このような状況となっております。いや、けど他になんかゲームあったっけ？ちょっと覚えてねえな。けど確かになんかパッと出てくると、まあ、確かにこれぐらいなのかって感じですよね。で、あとはま、対象ですね。先ほどタイトルにも出ておりましたが、モンスターハンターライズサンブレイクっていうことで、拡張コンテンツではありますが、無事大賞受賞といったところで、こちらのゲームが選ばれました。皆さんどうですか？特に違和感はありませんか？どうなんだろうね。まあ、ちょっと何とも言えないところではありますが、まあ最優秀賞っていうところで、サンブレイク選ばれたわけですが、まあ確かにこの中だとサンブレイクになってくるのかな。ただまあ個人的にはなんかポケモン SV の感じがするけどね。ポケモン SV はどうなんでしょうか。けどまあ確かにメタスコアとか見てると、めっちゃ低いんで、まあそこら辺を考えるとやっぱメディアの評価ってやっぱ低いのかなと思いましたね。うん。まあ今回はそのユーザーからの投票という形で選ばれているものの、ただまあ総合的な判断で言うと、まあ売れてるのと、まあ優秀かっていうのはまた別なんで、まあそう考えると確かにサンブレイクになってくるのかな。なんか個人的にはスプラトゥーン3とかが受けが良さそうな感じがしたから、なんかここがね、選ばれるんじゃないかなと思っていたんですが、ね。まさかのサンブレイクかっていう。まあ、個人的にはスプラトゥーン3が本命で、で、時点でポケモン SV かサンブレイクがやってくるかなっていうイメージ。まあ、大穴でホグワーツレガシーかなっていうイメージだったんですが、ただサンブレイクなんだっていう。じゃあ時点は多分スプラトゥーン3かポケモン SV って感じでしょうね。まあ一応そのベストセールズ賞っていうところで一番売れたのが、確かポケモン SV だったと記憶しておりますので、ここに入ってくるのは特に違和感がないのかなといったところですね。ただ確かにベストセールズ賞と対象で被ってしまうから前で分散させたっていうところもあるのかな。確か同時受賞ってないよね。あるんだっけ。どうなんでしたっけね。まあとりあえずそういった形になっております。まあポケモン SV も非常に人気のゲームとなっておりまして、それこそ有料ダウンロードコンテンツ、こちらもつい先日ようやく実装されたところなので、まあそれを考えると、うん、まあそんなもんなのかっていうところですね。はい。まあそんなところで東京ゲームショー1日目が終わりまして、発表授賞式が終わりました。で、明日以降になると、一般人向けにも開放されるというところで、明日じゃねえね、明後日か。土日は一般向けにも開放されますね。まあ、とりあえずそのような形となっておりますので、もし行かれる方はぜひね、幕張メッセに行ってみてはどうでしょうか。まあ、そんなところで今日の動画一旦終わりましょう。ぜひね、皆さんの意見であったりとか、ゲーム大賞を見て、あれなんかちょっと違うんじゃねっていう意見がございましたら、気軽にコメント欄に書き込んでいただけると幸いです。
ただまあ、おおむねですね、まあ納得いただけるような、内容となっておりますので、まあ特に違和感っていうところはないのかなと思いました。ただちょっとね、パラノマサイトだけ入ってるのがちょっと違和感あったんだけどさ、そこぐらいかな。はい。まあそんな感じでございます。お疲れ様でした。